高野コ野シノブハイマガフィリムバーバイトムはコケシノブ科に属するシダ植物の一つ。薄くて比較的幅広い葉の円に虚子がある。着生植物で常緑性の小型のシダ。根茎は細くて長く、針金状。淡褐色の毛が少し生える。葉心は全体としては長大型で暗緑色を呈し、長さは4から8センチメートル、幅は1から3センチメートル。 ただしこれは日本のものである。琉球列島での記載では、傭兵の長さ2から5センチメートル、傭身は長さ6から12センチメートルとなっている。傭兵は細い糸状で傭身より短い。傭身は2から3回羽上複用で、右辺や小右軸には幅広い翼があり、それらはあちこちでつながっており、また互いに重なることもある。葉の円には不規則な虚子がある。 葉裏では、軸上に多細胞で、泡褐色の毛があり、これは落ちない。なお、養心の先端が長く伸び出す例がしばしば見られる。胞子能群は、葉の先端近くに多くあり、列片の先端に一つずつ生じる。胞子能群は、副肺側に位置する2枚の包み膜に挟まれる。包み膜は基部まで裂けており、先端の円には、虚子がある。和名は、 和歌山県の高野山にちなみ、ここが最初の発見地であるが、特にこの地を期する必要がないほどの普通種である。群落の様子は大森県以南の本州、四国、九州、琉球列島に散する。国外では、ヒマラヤ、中国から朝鮮半島、台湾、東南アジアにかけて分布する。岩の上や樹幹に着生して生育するが、時に地面にも生える。 湿った環境に多く見られるが、比較的乾燥したところにも出現する。この類の中では、ありあふれた種である。日本産の同族とは異なる特徴があり、荒野苔忍ブア族とする。独立族として、荒野苔忍ブ族ハイマナフィリムを認める判断もある。他種との区別点としては、葉の縁意に挙手があることが挙げられる。シノブで挙手があるのは日本では、 本種だけとされたことがあるが、姫ちじれこけしのぶえっちキ的アレイトムにも挙手がある。ただしこの種は日本では、石垣島だけに知られる。形態的には、清澄こけしのブエッちよリーガソラムも似ているが、数は少ない。挙手がないので区別は容易である。世界的には、変異が大きく、細分される可能性がある。極端なものでは、 台湾で葉の長さ2 5トル、幅2トルに達するものが知られている。以下、種として、岩月編、P83 八島、P133 巻の、P12 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 以下、種として、岩月編、P83 池畑、P37 三つ田、P101 岩月編、P83 池畑、P37 岩月編、P83、 ありがとうございます。